座席とは、座るための場所及びその場所に付帯する器具のこと。通常、座席は一人の人間に対して提供されたものを指す。座席は、シートとしても表記され、シーターなどの言葉でも表現される。パーソナルスペーステーブルの裏に、車内案内図のびのび座席のびのび座席。補助シート基本的には、座ることを目的とするため、一般的には、椅子。 ベンチ等が使用されるが、マス席やカーペットシートなど、必ずしもそういった器具を付帯しない場合もある。校舎の場合、その区画に対して定めた定員に割り振る形で、座席としたり、畳や板張りなど直接ないしは、覆いがない場合は、座布団などの覆うものでして、指示された区画を座席としたりする。公共交通機関においては客船におけるカーペット船室や、 寝台列車、夜行列車における個室寝台等が挙げられる。また、校舎に含まれるものとして、立ち席、立ち見席もある。これらも安全性を考慮した上でここに配分されている。一般には、劇場や映画館、鉄道車両やバスでは、観客や乗客に対して設けられている椅子等を指すことが多い。鉄道、航空機等の場合、 座席指定料金を払うことで確実に座席を確保することができる。また、座席指定されたコンサートホールなどでは干渉するのに良い座席ほどチケット料金が高く設定されることが多い。基本的には椅子の場合、一人に対し一脚のそれが与えられるが、長椅子のように多人数のそれを安分するものは一脚に対して二人以上が割り当てられる。このうち、 主に二人掛けの椅子に対して、ロマンスシート、ペアシート、アウェックシート、カップルシートと称することがある。また、そのような予約を行う事例も存在する。チケット類の発行に際しては、通例一人ごとのそれに比べて、有料な場合には、特別席として割高に設定し、数とごとのそれと同等の場合には割安に設定する場合もある。ただし、 いわゆる二人以上の団体について、食堂等で安分する際に用いる場合もあり、混雑時には二人掛け座席でありながら、数とごとで座らせる相席となる場合も、ままあり得る。相席とは、主に二人以上を定員とする座席に違う、個人、団体を使用させることである。一般的には、個人であれば一人用の座席を割り当て、二人以上の、 団体ではそれに見合う座席を供することが多く、またそうすることがサービス上望ましい。しかし、鉄道車両の座席配置で二人以上の定員を持つ、クロスシートや食堂などのテーブル席を共用する場合が生じる。この場合には先に利用しているものに対して、後から利用するものないしは、従業員などが許可を求めることがマナーとして求められ、 先に利用しているものが断ることも可能である。しかし、このような利用は混雑が激しい時期である場合がほとんどであり、かつ、食堂などでは従業員が座席の把握を行っており、例えば4人掛けのテーブル席を一人で使用している、ところに1から2名の客を進めるなど選客に対して失礼がないように配慮するのが通例である。ただし、座席指定席で1名で、 座席指定券を発行した場合、大抵相席となることが多い。このため、二人四人などの定員の座席で、その定員分で発見したが、その席種が余剰となった場合などで当日までに、バラ売りを行う場合には値下げなどを行う事例もある。座席の間隔をシートピッチという。これは、座席を、供された椅子だけではなく、その通路内しは、 椅子の肘掛けを含めた空間を物理的に共する部分の容石、つまり椅子の上の空間だけではなく、その前後左右の座るために関わる空間も含めて座席とみなすのであるが、このうち椅子の中心間の前後間隔を指す用語として用いる。この用語は、鉄道車両やバス、自動車、航空機など、交通機関のうち主な座席が座ることが目的となっているもので用いられる。 これは他社との接触を行う可能性があるためで、例えば鉄道車両の座席配分で、向かい合わせの座席配置を意味するボックスシートの場合では、最低でも膝が当たらない程度に空間を配分しないと乗車時の乗り心地は、いかに最高級の椅子を用いても悪くなる。また、全座席か空間や背もたれ厚みなど座席構造の違いによって、シートピッチが同一でも、 乗員の足元や膝周りの広さなどの快適性は大きく異なる場合がある。なお、これにはパーソナルスペースの問題も関連する。また、バスなどの運転席側を前にして着席する座席配分ではリクライニングシートの干渉部分としても用いられる。参考までに日本の鉄道車両や航空機における一般的なシートピッチは下記の通りである。 鉄道車両新幹線、在来線特急系車両施設における、料金不要特急などの車両も含む普通列車用、車両航空機航空機におけるシートピッチは、鉄道車両のそれより間隔が狭く、これがエコノミークラス症候群を起こす原因の一つとなっている。なお、航空機用のシートは、国土交通省航空局が課す一定の安全基準を満たさなければならず、 素材は耐火性そして耐圧性となっている。40年前の大手航空会社のエコノミークラスのシートピッチは31から35インチだったが、2020年現在では29から33インチへと縮小しつつある。格安航空会社のスピリット航空やフロンティア航空ではさらに狭く28インチとなっている。ビジネスクラスで45インチ程度とされるが、 国際専用の機材では1250から 1500mm に設定されているものが多い。ファーストクラスだとより広くなり、63インチに設定されている機種もある。シート、シート、シーター、狭まり続ける機内の座席間隔乗客の我慢は限界に。ホーブス、2020年4月5日閲覧。ありがとうございます。